ればいいってことで、こんにちは。どうも。はい、ということで、こんにちは。ありがとうってことで、待ってます。もうね、だからさ、やっぱさ、なんか長くなっちゃうから、もうどうしようかなって思ってます。よし、まあ、とりあえず行きますか。狙いはまあ、ほぼほぼはちょっと同じかな。まあ、パラドックス系の SAR が出ても嬉しいし、ベルの SAR が出ても嬉しいし、って感じで行きます。はぁ、あ。行きますか。はい。って感じで。はい、一旦止める。で、カットでちょっと飛ばします。はい。ってな感じで、ちょっと先にね、全部開けてきたんで、ここからね、開けていこうと思います。よいしょ。がいいかなって、あのスタンド、スマホのスタンドを買った方がいいかなってちょっと思いつつ、あー映っちゃう、まあいいや、はい、いやー行きますよーということで、はい、行ってきますか。とりあえず何パックずつかな、5パックずつかな、いただきます。はい、いやマジで、ここで SAR 来たらマジ激安だからさ。あとアートレア、ちょランクレスが出なかった分こっちではなんかいいの欲しいな。こっち何があったっけな、ダーテングとかあった気がします。はい、行きます。はい、ベロベルトさん、アブリさん、アブジムシくんかわいい。はい、ワダチ、あ、ベルの真心ね、これのね、あのレアリティ高いの欲しいですねって感じですね。はい、ハトーボー、あれハト、あれお前 SV いたっけ、はぁ、ちょいなくね。ねえ、ハトーボーいないじゃん。あとさ、僕ペンドラあれいなくねって気づいてさ、マジでショックだったんだよね。マジで本当にさ、もう、もっといいやついるじゃんって、もう、あ、なるほど。ねえ、マジペンドラ欲しい、本当に。色違い伝染したいんだ。で、この葉の、あ、はい、鉄の餌吐きました。はい、かっこいいですね、こちらね。こちら、こっちもスターだから、あ、でも、そうか、あっちの未来、あ、でも、違うわ。これと、土台とさ、親和性高いのかな、多分。だけど、はい、鉄の餌、はぁ。あ、で、ブーストエナジー、未来行きました。レンジ虫、マグマック、あの草、あのホラグサ、はい、列になってくる。はい、クワガノン、S モッド上げてくれ。はい、ビクティニ、はい、レンジ虫、セージさん、クワガノンめっちゃ来る。で、ガッサ、いつもありがとう、お世話になってるよ。もう、道具だけど。はい、ってな感じで、最初の5パックはこんな感じだね。うん。じゃ続いての5パックいってみますか。はい。で、今回は多分、早く終わりそうな気もするんで、そんなに長く語らなかったんですけどね。長く語ったらちょっと、いろいろ遅くなっちゃうかもしれないんで、まあ、できるだけ早く行きましょうって感じですね。結局いつも早くするとか言ってみながら、19分とかになってるんで、はい、行きます。はい、ゼラオラは、はい、ええー、ね、こう、ゼラオラ内定してたっけな。はい、はい、キノコっ子。はい、ピカ様、かわいい。はい、鉄のイバラ。こいつのまあ、スリーブ欲しかった、マジで。もうめちゃめちゃかっこいいから。見て、もうみんな、スリーブ買おう。スリーブコレクション。めちゃめちゃかっこいいから。はい、アゴジムシ、メタング、ビクピニー、岩置きました。マジでな、強いけどな、このゲームだと強い、あ、違う、ゲームだと技は強いけど、ちょっと、お疲れ様です。はい、ヘビーバトン。これは、なんだこのカードをつけている逃げるためのエネルギーが4個のポケモンがバトル場で相手のポケモンから技のダメージを受けて気絶した時、このポケモンについて強エネルギーを3枚まで選び、自分のベンチポケモンを好きなように置き換える。あ、そうか。表、多分 EX とか、まあ EX じゃねえか。まあその辺か。あ、でもそうだな。V スター、やっぱもう使えねえのか。V スターとかその辺は。まあ EX の、あ、そう、テラスタルとかだ、多分。テラスタルとかちょっと重いやつに持たせるやつかな。くぬぎ玉、ピカチュウ。ニャービーアドレスました。はい、あ、あ、アブリー来たー、かわいい。見て、落ち着けなと一緒、ほら。かわち、色違い欲しいけどね、ちょっとね、アブリーは、ちょっと、クソ丸なんで、ちょっと、我慢。そのうちやるけど、ちょっとアブリーは目が死ぬ。はい。で、鉄のわだち、はい、アサナン、キノガッサラ、レンジ虫、アブリボン進化来ました。かわいいね。ブリ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 構築、楽しいです。やってないけど。はい、メブティジ、あ、そう、メブティジカとシティジカのアートリアすごい欲しいな、今、思うと。はい。あの草。はい、豆パッド。はい、チャーレム。あ、なんか来た？あ、ミライドンですね。はい、ミライドンとコレトスということでね。はい。こちらですね。はい、続いてのご確認ですね。こちら。これで、
15パックかな、次半分ですね、こちら。もっと早い人いるからね。横が僕がいつも見てる動画なんてもっと早いからさ、ちょっと。勝てねえな、さすがに。はい、いきまーす。よいしょ。はい。で、ストライク、モブリュー、かわいい、キリンニキ、あ、ハッサム、ありがとう。いつもお世話になってます。ありがとうございます。ハッサムさん、バレパンマン、どうもありがとうございます。EX が3枚出たから、これもうあれか、あと1枚くらいかな、EX だと。はい、フォレトス、カネボー、アーサーナン、なんか来たかな、ヤヒート。来た、すいません、だった。フルメタルラボ、ドリューズ、キリンニキ、キノココ、ベロリンが、いつ来るかな、わかんない。メタグロス、違う。ブーストエネルギー、エナジー、未来、ストライク、ベロリンガ、はい、メルタン、ここじゃないわ。はい。はい、鉄の武人、あ、これね、いいイラストです、これ、ほんと。これなんか、ツイッターの方で、見ました、これ。このイラスト描きましたって、これね、とてもいいと思います、これ。そう、めちゃめちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいいよ、もう、完璧。はい、で、暗号マニアの解読、キノココ、エレブ、モグリュウ、で、メブキジカ、フォレトス、タネボウ、ハトウボウ、ダンバル、なんか来たな。これか？違うわ。はい、鉄の歌詞、お揃ったー。はい、ゼラオラということで、三剣、じゃあ三闘士が届け詰めましたね。やった、未来だけど、ね。はい、ということで、鉄の頭でしたね。はい。いいんじゃない？なんかすごい、見た目はすごいいいねってことで。じゃあ、ここからですよ、問題は。こっから、問題は何か出る、何か何枚出るかなんで、そこがちょっと心配ですね。はい、行きましょうか。はい、行きます。はい。シガロコ、ベロベルト、ニャヒート、ハンドトリマー、ダダリン、で、コの花、エネコ、ライチュ、ソースラートレアとか欲しいね。ケンホロー、セージさん、モグリュー、まだかな？ヒート、ベロベルト、あ、これは？あ、違うわ。はい、ジジイロン、あ、そう、ジジイロンの後でもね、可愛いんで、ベラガス。なんか日本昔話感がすごいね、あるんですよね、なんかイラスト。あれ好きだわーってか。まあ、本当にね、アートではね、もう1ボックス5枚くらいくれ、マジで、本当に。もうめちゃめちゃね、僕アートでは好きなんで。可愛くない？めちゃめちゃいいよね、あれ。素晴らしい、本当に。普段のこうイラストもいいけど、なんか、このポケモン、このポケモンにしかできないなんか強さっていうか、可愛さだったりとか、日常だったりとかっていうのはいろいろできるんで、はい、と思うんだけど、オレンジ色ですね。すごいできてます。そういうのが出てると思うんでね。いや、マジでね、本当にやってほしいですね。もうもっと5枚とか10枚とかいると思うんです。アートレアパックなんてなったら絶対買えますんで、はい。で、くぬぎ玉、はい、ニャービー可愛い、ピカ様可愛い、エネコロロ可愛い、フルメタルラボ、アゴジムシも可愛い、クチート可愛い、ありがとう。で、デンジムシも可愛い。メタグロスはかっこいい。ケンホローは美しい。で、あの草は可愛い。で、バリアードは可愛い。面白い。ダンバルは可愛い。ハンドトリマーはいつもありがとう。で、鉄の輪立ちで終わりだね。あれ？あ、そうだね。いつの間にか3パックずつになってる。あれ？あと何枚だ？あ、あと、8パックなんで、あれしますわ。ちょっと、この3パック先にやってから、ちょっと残り5パックしますわ。なんかいつの間にか、なんか違くなってたね。はい。行きましょう。チャーレムですね。はい。チャーレム。はい。キノココ。メルタン。あ、来ました。これ。はい。エーススペックですね。はい。プライムキャッチャー。レイティのベンチポケモン1匹で、バトルポケモンと入れ替え。その後、自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。あ、なんか、お互い変えるみたいな感じですね。これ、盤面ぐちゃぐちゃにできるんじゃないですか。とてもいいと思います。こういうの。僕、いいと思います。そして、あ、そう。思ったんだけど、このね、エーススペックの加工。昨日はどうだったか見せたか忘れたけど、これすごいね、目、ギランギランしてて、すっごいね、なんか、好きです。で、はい。ブーストエナジー、未来。で、ベロリンガ、キノラッサ、メタン、あ、待って、来たかもしれない、これ。来たか、これ。待って。これ来たか？これ来たかもしれん、SAR。待って、まさかそんな。待って、上マスで。種って書いてますね。いきます。はい。おー来たー、初めて来た。ちょっと、はい。一回ね。で、はい。残りが、ゼラオラ、ニャビー、クチーと、シキジカかわいい、ダーテングと、ミストエネルギー。見えてたかな？待っ
できた、初めて来た、待ってスペシャルアトリア初めて手引きした、うるさいです、なんかやったー、待って、ちょっと、はい、見ます。すごい、こっちで来るなんて思わなかったけど、やったギラギラもすっごいもう、うわ、はい、これ後で動画入れます。ちょっとマグネットのやつに入れるわ。ちょっとこれはいいわ、めっちゃ、おー、バリかっけー。はい、ということで勝ちなんじゃないか、これは。ありがとうございます。やったー、これはいいよ、めっちゃ。はい、鉄の椅子派手って。じゃあ残りね、おパック行きましょう。はい、敷地かマグマッグ、マメパッド、マグカルゴ、セージ、あれ待ってか。アートレアがあって2枚あるはずなんだよね、多分。パネボー、アブリー、この釣りアートレアのはず。あ、そうだ、ベドリンが来ました。ああ、やった。え？ベドリンがさ、かき氷食べちゃって、ほら、下白くなっ、下青くなっちゃってますよ。やった。ね。色違いの方は、確か黄色に赤色じゃないわ。青色の下だったんで、色違いになろうとしてるのかもしれませんね。はい。で、アブリボンと、エレブと、キリン、きっとこの3かな？わかんない。あ、ヘビバトン。ダダリン、アネボー、エキニー、この3違う。アサナン、ベルの真心、ズリケル、エレキブル、エネコ、この3あるはず、ストライク。はい。あれ、アブリ。あ、この3か。あ、ドリューズ、ドリューズ、ドリューズ来た。はい、ということで、最後、ドリューズのアートリアでした。カビゴンのなんか、なんていうんだろう、かん、なんか、飲み物飲んでる、ここ、ほら。真ん中辺の。いいね。これ、モーモーミルクなの？違う。モーモーミルクかな？モーモーミルクっぽいけど、違うっぽいな。すごい、これ、細かー、マジで。この、でもさ、ここのスナック、マッグショットの世の下のところにあるスナック、このラッキーみたいな。なんか、ラッキー、この色出たら、いいよ、みたいな感じのお菓子かな？わかんないけど。はい、ドリューズと、ドリューズと、ここにもいるんですね。ちょっと、見づらいかな。はい。ここにも上から顔出してると。いや、いいね、ほんと。これがアートリアの醍醐味ですよ。はい。てな感じで、結果としては、これはもう、個人的には、マジで勝ちって感じで。やったー。イサハの SAR と、プライムキャッチャーと、アートリアの方が、こちらの、アブリーと、ドリューズ、ベロリンガ。で、こっちの方がね、EX の方が、はい、三刀、未来三刀と、こちらハッサムがね、出ましたってことで、いやー、よかったんじゃないか、これは、ってことで、終わろうと思います。皆さん、また、これはまた出るかどうかわかんないけど、その際は、皆さん、動画するかわかんないけど、ね、発売したばっかり、買えるとこも買えないとこもあるかもしれませんが、まだいつか、再販とか、あると思うんで、ね、当てましょうということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。終わります。ありがとうございました。皆さんもいい日、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。終わります。ありがとうございました。これはもう神引きしたんで、結構満足だけど、まだ足りないんで、あったら買おうと思います。じゃあ、またね。